皆様どうもこんばんは、桜井ののかです。本日は、久々の撮影すぎて不慣れ感が出てない。違う、元気ないのよ、普通に。え、元気出してって。あっ、彼のために頑張れ。本日はですね、まあ、過去に、まあ、YouTube しかり、SNS 等々で、まあ、動画になりたいと、ここ半年ぐらいで、3回請求しまして、動画になるために鼻やって、ここの修正、ここのフルフェイスネックやって、来てくれなかったの。あと今回の鼻と額健常のやつで3回おいで動画になっちゃう、動画になりたいなりたいと、整形してきたのでね、メイクの方もちょこっと変えてみました。若返りたい、桜井ののかがねする、動画メイクの方を皆様に、見ていただければなと思います。ダウンタウンも終わり、化粧できるようになったってことですね。なったけど、今日さ、なんか生理前と二日酔いで、はい、なんか痛いの、触るとビリビリビリみたいな。どっちしても化粧しないといけないんで。そうか、うん、仕事だからこれから、はい、うん、こんな半袖のワイシャツ着てるんですけど、私今、うん、真冬ね、うん、1月ですから。でお金がないから、夏用の着てます。やっていきたいと思います。これアスカキララさんがプロデュースしたカラコンのなんかウサギのやつ。なんかやっぱ童顔になれるカラコン教えてくださいみたいな SNS で募った時に3本指に入って、うちはこれがでも一番気に入ってるかも。その3種類買ったんですけど、一番気に入ってて、これ多分20個ぐらい買った。じゃあやってきます。だけど目ね、もう痛い顔が。今日はさ、ブスじゃない？変わんない。いや、いつもブスみたいな。いやいやいや、だと頭皮ね、フケがすごい最近。これなんだと思う？デジエ。違う違う、だからフケがすごいから、フケかゆみを防ぐ薬用頭皮ローション、その名もフケミン。最近は若返ったんだよね、フケミン。若返ったからフケが出るようになったので、最近ずっとフケミンする。これ RMK、 もうそれあれやってません、変えてません、ずっと RMK。 一回なんかディオールにしたんだけど、伊勢丹のさ店員さんがすごいかっこよかったのよ。キャストのさプレゼントとかさ、全部ディオールにしてたのっていうので、RMK は一回やめたことは。はい、なるほど。でもその人がいなくなったの、だからまた RMK の。なかなか不純な理由です。うん、でこれ、あとなんだっけ、リキッドファンデーション。そうなの、これファンデ系は RMK でも、あとはもうね、ない。なんか、なんていうの、シャドウが RMK とかない。 RMK はもうこれだって。はい、伊勢丹とかパジャマでいいからさ。過去に私動画であげたんですけど、部屋着とか、これ中途半端なやつあるじゃん。よくさ、中高のジャージだったりとか、はい、あとはなんていうの、スウェットとか、まあそのまま寝てもいいよねっていう、その、まあ、部屋着、いろいろこう着てみて試したんだけど、やっぱパジャマの受けがダントツいい、男に。これだからほら、別に欲しくなかったのにディオールの粉だよね。カプチュールトータルフェイパうん、カプチュールトータルパーフェクショル、パーフェクションルースパウダー。あ、今これハイライト塗ってます。マックね、マックスキンフィニッシュライトスカペート。 LINE のギフトにもあったんだけど、ダントツ人気らしいね。ハイライターも絶対これ、だって LINE が言ってんだよ、うん、絶対だよ。もう臭いし、しかもキーちゃん、キーちゃんからおしっこの匂いがします。これね、さ、鼻低くしたじゃん、動画になりたくて。はいはい、うん、ハイライトが濃くなった。どうですかね、鼻。みんなでも大体なんていうの、その大体30オーバーのキャバ嬢とかはみんな鼻高いのよ。みんな低くしたね。
ウソップみたいな。はい、宮脇さくら。誰それ。橋本環奈とかは有名だよね、やっぱり。あと、うちの元彼と付き合ってる、広瀬すず。私の元彼と今付き合ってる、ね、うん、山崎健人。ジャンパン別に好きじゃない。お前誰って感じだけど、一応付き合ってたから元彼なんでしょ。何が良かった。3つ挙げてみて。うん、まあ、スタイルがいい。あとはなんかちょっとあの物静かというか、おとなしい彼の性格と、あとは体の相性だね。今だから言うけど。今だから言うけど。こういうこと言ったらさ、怒られたりすんのかな。なんか名前出さないでくださいみたいな。いや、言っていい？名前を出されたくないんだったら、芸能人やめろなのよ。あ、そうそうそう。ビーチェの、あの、リジェアイブローパウダー、ブラウンナンバーワンです。ケイトに似てて間違えて酔っ払って買ったやつみたい。なんかここもなんかローライトきつくなったよね、やっぱり。ハイライト、ローライト。うん、鼻高く見せようみたいな。まだなんかさ、これさ、3年前ぐらいにさ、すげえ流行ってたんだけどさ、まだみんな使ってんのかな。うちお金あった時にコスメ買いだめてたから、だからたくさんあんのよ、これストック。あ、そうで、今 あのアイブロウしたでしょ、アイシャドウね、はい、オレンジにしようかな。03番ですね。かなり長い間愛用してると思います。これの、あの、これラメ入ってるやつね、明るいやつを。ちょっと童顔といえば、やっぱりあんまり濃いアイシャドウを塗ると、あの、こう大人見ちゃうというか、老けるというか、なんというか、だから若返りたかったら、まあ基本ちょっと明るめよね。聞いてる？聞いてますよ。右から、左から、左から2番目のこうラーメン入ってる。グラデーションやっぱ大事だ、化粧っつうのはさ。で、これ一番最後ね、ここ、左、右の一番上のやつを指で塗ります。まず、あの、手汚れちゃうっていうか、指2本使わなきゃいけなくなる。まず色をこうピッと取って、こっちでピッて取って、僕こっち2回ずつこうぼかす。だからこうすると、ほらね、ここだけ、ここだけでいいんだ、ここだけで、ほら、指1本で済んだ。うん、ブラシで使うのと指で塗るのだと、本当にどういう風な顔の作り方をしたいかであるよ。ある。何、目尻ね、目尻にちょっと濃い色、一番左の下の濃い色を入れてきます。上と下両方ね。動画んす、やっぱり。やつと左、ね、右、1、2番目のやつね、混ぜて ここに塗っていく。でもちょっとこっちの残りがで色つけてるとこはあるかもしれない。これすごいよ、うちね、見つけちゃった、ケイトのダブルナインエキスパートってやつ。これアイライナーなんだけど、あの、何、涙袋用っていうか。本当だ。でもやっぱさ、童顔っつうのはさ、涙袋大事だ。うん、涙袋がっつり入れてた時期はもう、あのブームは去った。違う違う、ブーム去ったんじゃなくて、目の整形しすぎてもうヒアルロン酸入んなくなった感じ。どう、ほら、まあ若々しい感じはするよ。え、なんか顔がバカにしてる。いやいやいや、今日もさ、なんか撮影リスケしようかなって思ったの一瞬。でもなんかこの間なんか怒ってたじゃん、テレビ局の人が。そんなリスケさされるはず撮ってて怒られて、その文句をマネージャーに言ったわけよ。いや、だってうちだって別に好きでリスケしてるわけじゃないと。うん、でもそう、頑張った。ブラウンのアイライナー、あのね、インテグレートってやつなんだけど、ただもう別に何でもいいんだよ、アイライナーは。自分がお好きなの、皆さん使ってください。やべ、マジ痛い。化粧塗ったのが受け痛くなった。常になんかされてる気分。すごい痛い。痛み止め欲しいね。あのね、ロキソニンを飲むときは、胃薬も一緒に飲みましょう。
胃薬捨てちゃったよ。危ない危ない。じゃあこれロキソニンと胃薬で、何しようとしたんだっけ。あ、そうだ、そう、アイライナーを描こうと思った。あれ、ちょっと待って、これぼかしてないわ。こういうの塗ってから、ちょっと軽くぼかします。目頭の3分の2ぐらいのところ始めます。分かる、右と左の違い。あー、もう右の方が大きく見えるね。でしょ、ちょっとめんどくさいね。本当にカラコン入れるのもだるいし、アイライン描くのめんどくさい。で、これで、ブラウンで、リキッドアイライナーをこう塗ると、中に、うわ今めちゃくちゃ痛いよ、顔ほら、うん、うん、でもだからアイライナーを何を変えたかっていうと、鼻を動画になりたくて低くした鼻をやっぱりちょっと物足りなさを感じて、ハイライトとローライトがちょっときつくなった。1、アイシャドウの色が明るくなった。2、やったことね、アイライナーのリキッドアイライナー黒からブラウンにしました。3、これわかるかな、おめめパリジェンヌしてんの、まつげパーマ、パリジェンヌっていうね、それをこうしてるわけよ。透明のやつしか塗らない。でもうちがね、挑戦したいねやつがあって、なんかさ、この下まつげ隠しとっていいんだよね、あれやりたいんだけど、ちょっとうち美的センスあんまないから。これの何が楽かっていうと、あの4つ目、マスカラを透明に変えた。楽だよ、失敗しても全然バレない。ブラウンのアイライナーもそう、失敗しても全然バレないんだから。チーク、ジルスチュアート、これジルスチュアートのやつめちゃくちゃいいよ。あれ直塗りじゃないんだ。え、うん、違う、見て、本当に使ってる。うん、なんでさ、筆にしたか知ってる、つかないの。なるほど、ないから。じゃあどうするかってなると、この端っこにへばりついてるチークを取るためには絶対にブラシが必要だ。チークの位置を高めの位置にします。これ童顔になるコツね。どう、血が通いました。え、血が通った、うん、ありがとう。ハイライトパウダー、ここに結局じゃあここに高くしたの、さらに。あ、髪型を整えたところで、これでほぼ完成なんですけれども、やっぱり動画といえばラメですよね。ホログラムのラメ、これもさっきのちょっと読めねえんだよ、これ GC、 さっきあのここに塗ったハイライトと同じブランドなんですけど、それのホログラムのラメを黒目の下にこう塗ります。ほら全然違うでしょ、急に5歳、若いでしょ。ほら若いね。でしょ、うん、これ大事だよ。やばい、中身あんま入ってないんだけど。お店の女の子でさ、そういうラメつけてくる子多い。いるよ、うちあげたりしてるの。これ使えないわって。ほら、ゲイの子いるじゃん、山ちゃん。はいはい。うん、あの子にもあげた。山ちゃん同じの使ってる。あ、確かに、たまに目キラキラしてる。そう、あれ、うちがあげたやつ。ホールやるときとかは、とか、つけ回しのとき、気合い入れてラメ塗ってる。フリーで来たお客さんとか、あの人、かっこよくないですか？見てくださいよ。意外といい体してます、あの人とか。なんか本当にゲイなの。いやマジ、女の子に口説かれたりとかしてて、大変そうだったよ。ゲイやめてくれって言って女の子に泣かれてた。マジそう、いやだからどうしようどうしようって言って、でその女の子がやめてって、女泣かせ。いやマジぬるいとこありますけど。女子なんで
だ男だと思って接してないからでも繊細なんだ。そう八方美人だし超女子じゃ女より女よ本当。はい、ということで、こんな感じで桜井ののかの、動画になりたい、自分で独学して作った動画メイクいかがだったでしょうか。この動画がいいなと思った方はぜひともチャンネル登録、そして高評価コメントの方よろしくお願いいたします。その他 SNS もやっておりますので、ぜひそちらの方にも遊びに来てください。桜井ののかでした。じゃあねー。